人は傷つきたくないから強くいたいと望む。だけど弱さを知った人だから強くなれる。そんな心の葛藤と覚醒を私たちの舞で表現します。リーラフラフが皆様を光と影の世界へ誘います。今年もまたこの素晴らしい舞台で踊らせていただきますことを本当に嬉しく思います。そして昨年に引き続きリリラクラクのメンバーがポスターを飾ることができました。この感謝の気持ちをこの素晴らしい舞台でしっかり表現いたします。よろしくお願いいたします。アムーを切り裂き来光のごとく戦火となって